目上門は動物の体に見られる目のように見える模様。蛇の尾蝶の羽等によく見られる。一種の擬態と考えられているが、議論が多い。裏波しじみ頭の反対側に目上半、そのそばには触覚状の突起まである目上門と言われるものは、形としてはほぼ同心円状の模様で、黒ないし褐色と白など薄い色の部分が交互になっているもの。 特に中心部の脳植部が広く、そのまた中央に白色部があるなど、脊椎動物の目を思わせる模様である。俗称としては、目玉模様もよく使われる。単純な模様なので、動物の体表の模様には、このようなものに、代小様々な例があるが、この名で呼ばれるのは、その動物の体に対して比較的大きくて、目を引くものを指し、また往々にして、 左右に体をなして存在する。昆虫に例が多く、特に蝶のそれが有名である。蛇の目蝶や目玉蝶は、名前がそこに由来している。これらは、羽の外周側、胸下、裏に大きく目立つところにある。ョモ門の役割には二つの説があり、一つはそのフクロウや蛇の目に似た模様によって、蝶類等の天敵を脅かすためという説。もう一つは、 模様のついた羽を頭と誤認させることで天敵の攻撃をこちらにそらし、重要な機関である頭を守るという説がある。ありがとうございます。